第48弾。人に言えない黒い過去。奥様にもあるでしょ。人には絶対に言えない、墓場まで持っていくつもり。だけど誰かに言ってみたい。言ってスッキリしましょう。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2020年2月18日、レス番号547、匿名通報。もう10年くらい前だけど、大学の同期を匿名で通報した。その同期の男は、よく東南アジアを旅行していて、現地で売春してた。その話を会うたびに聞かされ、しかも、自分のブログに相手の女性の、裸の写真を載せて成果を自慢してた。別に嫌悪感とかなかったし、女性たちもお仕事でやってるんだからお互い合意の上だよなぁ、と思ってたけど、ある時、そのブログに未成年者を相手にしたことが書かれてて、なんとなく警察に匿名通報してみた。ブログにもろもろの証拠が掲載されてたから、何かしらの処分があったらしく、いつの間にか大学に来なくなってた。全然黒くないけど、自分の人生の中では一番黒い過去でした。それで後悔してるわけじゃないんでしょ？どこにも後悔云々書いてないのに何なんだろ。以前から、的外れなどでもいいレス残しまくるバカがいついてるから、そいつじゃない？2020年2月20日、レス番号551、奥さんへの電話。20代後半の頃、付き合ってた彼氏にプロポーズされたものの、彼の実家が自営業で、結婚したら仕事を辞めて手伝わなければならず、一度だけ会ったことのある彼母にあまりいい印象がなかったので、あの人と一緒に働くことへの不安や、その頃仕事がすごく楽しかったので、決心つかなくて迷ってるうちに、彼氏が私に内緒でお見合いしてて、結納が決まったから、と振られてしまったことがあった。すごくショックだったけど、自分がはっきりしなかったんだから仕方がない、と必死で気持ちを切り替えて、その分仕事を頑張った。30過ぎて、よりステップアップしたくて資格を取り、さらに高い収入を目指して転職した。その頃、外回り中に元彼とばったり会ったんだが、会った時に、手に持ってた会社の封筒を目にした元彼が、転職したの？と聞いてきたので認めたところ、なんだ、結局あの仕事に命かけてたわけでもないんじゃん。女がカッコつけて仕事が面白いって言ったって、所詮そんなもんだよ。って笑われたんだ。転職にもいろいろあるだろうが、ボケが、と思ったが、反論するのもバカバカしくて黙ってた。そしたら、ずっと横に並んで歩いてきて、別れてからこれまでのことをダイジェストで語り出した。悪いけど、別れた元彼がどうしてたかなんて興味ないから離れてくれない？って言ったら、お前のそういうところが可愛げがなくて、あの時見合いに走っちゃったんだよな。後悔してるけど、と言い出して、その後奥さんの愚痴を延々と聞かされた。やっぱり見合いはダメだね。素直そうな子だったし、結婚すれば愛情が湧くかと思ったけど、若くて可愛いだけで頭悪いし、経理とか任せられるような子じゃなくってさ。母さんも今じゃ失敗したとか言ってるし。でさ、それ聞いてて、なんでこんな男好きだったんだろう、と思う一方で、あの時に迷ったのは何か予感でもあったんだろうな、と妙に納得もした。さらに、ね、もう一度付き合わない？って言われた時、なんだかすごく自分が惨めになったというか、だってそれって浮気じゃない。そんな女に思われてたのかって。ちょうど空車のタクシーが見えたので、手を挙げて、そこで別れてきた。その後も腹の虫が収まらなくて、彼の実家のお店のことは知ってたので、翌日の昼間電話かけてやった。相手が元彼の奥さんであることを確認した後、お宅の旦那さんと母親、嫁がバカだから経理任せられないんですってよ。私、元カノなんですけど、愛人にならないかって誘われちゃいました。もちろん断りましたけど、あなたも身の振り方考えた方がいいですよ。って、怒りのままに電話しちゃったから、後で冷静になって、やばい、と思ったけど遅かった。元カノってことまで名乗っちゃったけど、ひょっとしたら訴えられたらアウトだなって。しばらくドキドキしたけど、十数年経っても何もないから大丈夫かな。ちなみに知人経由で、元彼が現在は独身だってことは確認している。自分に都合のいい解釈なのかもしれないけど、どこの誰ともわからない女からの電話で離婚したのだとしたら、きっとそれはただのトリガーで、奥さんなりに思うこと、感じることはあったんだろうと思っている。お疲れ様。いや、あなたは不幸を吹き払ってあげたんだ。その女性、奥さんの人生を救って道を開いてあげたんだよ。キャリアも大切に。お仕事も無理せず歩んでね。あなたの人生の、これからの幸せをお祈りします。2020年2月27日。レス番号554、8桁の借金。8桁借金踏み倒したこと。私の祖父が知的障害者だった。支払い一つできなくて、祖母が死んだら、ありとあらゆる支払いをしてなかった。時代が時代だったので、祖父の知的障害は、借金が膨れ上がった70直前までわからなかった。
戦争やらで祖父の子供時代は、小学校すらまともに出てない子も珍しくなかったそうで、祖父も小学校行ってなかった。祖父の知識のなさはそのせいだと誰もが思っていた。母は、祖父の身の回りの世話をしながら借金の一部を負っていて、がむしゃらに働いて、私が10歳の頃に亡くなった。祖父は、母の代わりの家事要員として私をそばに置きたがったが、その時いろんな大人の人が動いて、祖父の知的障害者が発覚して、私は祖父から引き離された。その後、14歳頃に祖父が亡くなった。20年後、私に弁護士から借金返済の督促状が来た。祖父が亡くなった14歳の頃、親権を持っていた人に仕返しされたようだ。16歳の頃に家を追い出され、その後転々としていたので、結婚して一ところに定住したために督促が来たと予想してる。夫が仕事中に届いたから、夫には知られずに済んだ。祖父が返済しなかった借金は1000万を超えていた。だけどそれは時効を迎えていた。夫がいない間に、すぐに内容証明郵便を準備し、時効の延用で全て踏み倒した。夫には、借金がある人とは結婚できない。と言い張り、奨学金を全額返済してから入籍したので、私に8桁の借金があって、それを踏み倒したなんて絶対言えない。悪い人だな。反省しないと天罰に遭いますよ。死後、天国には行けないかも。そう？未成年で、借金相続させられて、自分の借金じゃないのに払うの？もし私でも払わないわ。そもそも、ちゃんと手続きしてれば相続放棄できたんじゃないかな。設定がバカバで草。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。今からでも払っておいた方がいいわ。時効になってなければ、閲覧者が訴えれば捜査される可能性はあるよ。煽り、説教禁止。嵐は、しっかりスルーしましょう。2020年3月29日。レス番号564、危ないいびき。昨年義母が他界したんだが、その10年ぐらい前に義父が亡くなっている。義父はお酒の好きな人だったんだが、夜中に酔って帰ってきて、リビングのソファにひっくり返って、高いびきを上げて眠ってるのを義母が怒って放置してたら、朝冷たくなってたんだ。前々から、酔って帰ってはあちこちでひっくり返って寝てることがあったし、これはもう仕方ないよって雰囲気だった。でも、当時の私の本音は、義父じゃなくて義母だったらよかったのにって思ってた。義父はお酒好きだったけど、明るいお酒で、人に絡んだり愚痴っぽくなったりはしなかった。何度か一緒にお酒飲んだことあったけど、話題が豊富で本当に楽しいお酒。だから、一緒に飲みたいって人が多かった。義母は全くお酒が飲めない人だから、仕方がないのかもしれないけど、自分が飲めないから家飲みを許さなかったんだ。その割に、外に飲みに行くことも嫌がって、夫婦仲も微妙なように見えた。義父にはとても可愛がってもらったけど、義母には結婚から3年目に妊娠するまでずっと、子供はまだかまだか。ってしつこく言われたり、産んだら産んだで、二人目まだかまだか。って言われたり、子育てにもいちいち口出してこられて、義実家にいた時に、いつの間にか子供のおむつを布おむつにすり替えられてたり、やめてって言ってるのに、自分が咀嚼したものを口移しで子供に食べさせたり、もうとにかく大嫌いだったから。夫も同じように、母親より父親の方が好きだった。子供の頃からとにかく過干渉だったそうだ。なので義父が死んでからは、義実家には、本当にどうしようもない用事でもない限り、ほとんど行かなくなってた。そのどうしようもない用事ってのが、義母が癌になったこと。発見が遅かったので、余命をいかに穏やかに過ごすかが課題みたいな感じだった。嫌いだった義母だけど、そんな状態になれば仕方がない。最後ぐらいはちゃんと見送ろうと思って、できる限りのお世話はした。が、亡くなる直前に義母から、あんたにだけ教えてあげる。って言われた。義父が亡くなった時、いびきが普通じゃないことは分かってたんだって。義母の知り合いに同じようなパターンで亡くなった人がいて、このいびきは放っておくとまずいって分かってて放置したんだって。誰も彼も夫の味方になって面白くなかった。同性のあんたまで私の味方にならず、夫にばかり懐いてイライラした。だから死ねばいいと思った。そんな気持ちにさせたのはあんただよ。あんたが殺したも同じだよ。これから、一生人殺しの後悔を背負って生きればいい。そんな風に言われた。だから言ってやった。殺すつもりで放置したのなんて知ってるよ。夫くんも知ってるし、みんな知ってる。お母さんならやりそうだよねって、みんな言ってるよ。かわいそうだから黙ってあげてただけだよ。あんな人だから、死んだら、遺骨は無縁仏にでも捨てようねって、みんな言ってる。え？もしかして気づかなかったの？へえ。哀れな人だねー。義母、漫画みたいに面玉ひんむいてびっくりしてた。そして、その日の夜に容態が急変して死んだ。義母に言ったことは全部嘘。私自身は、もしかしたら分かってて放置したんじゃないかって疑ってはいた。誰にも言わなかったけど、
それまでは、義母に何を言われても黙ってスルーしてきたけど、最後の最後だけ、思いっきり逆襲してやった。夫には、いろいろ嫌なこと言われてきたのに、最後はちゃんと世話してくれてありがとう。って言われた。いえいえ、どういたしまして。2020年5月4日、レス番号566、インド。絶縁していた一人暮らしの義母から電話があって、その話ぶりに何かしらの覚悟を感じたので、やっと謝ってくれる気になったのか、と思い、仕事中の夫にメールを入れてから義実家に向かった。玄関から声をかけたら、2階に来い、と奥から聞こえた。何か不穏な空気を感じて、慎重に2階に上がった。正直、感じていた覚悟は思っていたのと違って、もしかしたら私を殺す気なのかも、と本気で思った。すると、二間続きの和室の鴨居にロープを下げて、ドラマで見るような姿の義母がいた。輪っかに首を入れて、足元の椅子を蹴飛ばせば終了って、あのシーン。そして義母が、息子にも無視されて、生きてても仕方ないから死ぬことにした。そこまで追い詰めて満足でしょう？あんたを恨みながら死ぬのよ。と言った。本気なのか脅しなのかはわからなかったけど、むちゃくちゃ腹が立った。そもそも絶縁したのは、結婚して1年目に、私の母が追突事故に巻き込まれて四肢の一部を欠損した時。嫁の母親が傍ってのは恥ずかしい。これからうちの冠婚葬祭には来てほしくないってのが本音。って言われたんだ。それまで同居していたのだが、それを聞いた夫が超激怒して、私を連れて家を出た。私は腹が立つよりショックの方が大きかった。以来、最低限、どうしても必要な時のみ夫が一人で義実家に行き、生まれた子供も一切義母には会わせていなかった。あの時、あれだけ怒った夫に対して義母は、本当のことを言って何が悪い、というスタンスだった。たとえ今更なことでも、あの時のことを謝るつもりなのかも、と思って出向いた自分がバカみたいだ。私はその場で、正座して義母に、どうぞ、見届けてあげます、と言った。そして、期待に添えなくて申し訳ないけど、あなたが死んでも私は何とも思いません。とも言った。ショックなんか受けるもんか。せいせいする。本気でそう思った。義母は震えていた。だから言ってあげた。怖いのは一瞬ですよ。って。そして義母は本当に釣った。相当苦しんでた。ロープ取ろうともがいてた。それをずっと見てた。完全に動かなくなったのを確認して、それでも15分ほど待ってから119番した。警察ではいろいろ聞かれたけど、何も疑われなかった。義実家に到着してから発見するまでのタイムロスも、呼ばれて行ったのにいなかったから、町内の用事か何かわからないけど、急用でちょっと出かけてるんだろう、ぐらいの気持ちで、リビングで待ってたって言った。遅いなぁ、と思いながら、同居してた頃の部屋がどうなってるか見たくなって、2階に上がったらってことにした。絶縁の理由も聞かれたから、そのまま答えた。だから謝ってくれる気になったのかなって思った、とも。親戚もみんな絶縁の理由を知っていたから、私に同情する声はあったが、義母のことは、最後まで根性がひねくれ曲がってたな、と言われていた。ただ、それでも夫にとっては母親。しばらくは複雑な思いに悩んでいる様子もあったが、今では、心配の種がなくなったのは良かったと思ってるらしい。自分が手を下したとかそういうわけではないけれど、義母に引導を渡したのは事実。このことは墓場まで持っていく。なるほど。トラウマになりそうなのに、わざわざ見届けんでもって思ったけど、ちゃんと見てプレッシャーかけないと釣ってくれないか。ホラー映画大好きだからかな。全然平気だったよ。きっと、義母以外の人だったら必死で止めただろうし、発見しただけでもトラウマになってたと思うけど。逆に言えば義母だから平気だったと。もしかして、殺しに来たら返り討ちにして、正当防衛主張しようとか覚悟してたのかな、と思ってしまった。黙って見届けたところに覚悟と凄みを感じる。自分なら、ノリノリで煽って中断させてしまいそう。2020年5月6日、レス番号574、食い逃げ。食い逃げしたことがある。多分食い逃げだったと思う。20代前半の頃、職場の近くでチェーンの居酒屋がオープンした。初日は全品半額だっていうので、若手社員10人近くで飲みに行った。居酒屋は2フロアに分かれていて、私たちは上のフロアの座敷席に案内された。そしてまず飲み物と、料理をかなり注文した。飲み物はすぐに来た。でも、料理は全然来なかった。私たちの後から、座敷席に2グループお客さんが来た。その人たちのところには、飲み物も出てないようだった。今日は半額セールですごく混んでるから、あまりせかしたら悪い。と思っておとなしく待っていたけれど、1時間くらい待ってもまだ来ない。通路の近くに座っていた A が、ウェイトレスを呼び止めて、ずっと待ってるんですが、まだでしょうか。というと、ウェイトレスは、確認してきます。と言って、多分厨房の方へ行った。すぐに戻ってきて、すいません、伝票が見当たらないので、もう一度注文をお願いします。
A は私たちの方を見て。もういいよな。うん、もういいね。ということで、私たちは帰ることにした。私たちが立ち上がると、座敷の他の2グループも立ち上がった。出入り口は下のフロアに1つしかないので、階段を降りた。下のフロアのお客さんたちのテーブルには、飲み物や料理が並べられていた。ふーん、上のフロアはガン無視で、下のフロアの人にだけちゃんと接客してたんだ。レジは店の奥にあったので、代表で A が代金を払いに行き、A 以外の人たちは入り口の近くで待っていた。大して時間もかからずに、A が戻ってきた。なんかニヤニヤしながら。いくらだった?と聞くと、やっぱりニヤニヤしながら。いいからいいから。いや、でも。いいからいいから。ずっと A はニヤニヤしてた。私たちも、まあ、いいか、と思って、そのまま店を出た。もちろん店側が。伝票をなくしたのはこちらの手落ち、随分お待たせもしてしまいましたし、お代は結構です。といった可能性もある。でも A のニヤニヤを見ると、多分食い逃げだろう。私が黒いと思うのは、食い逃げそのものより、その場にいた全員が全く罪悪感を持たなかったことの方。今でもあれは、店側が悪かったと思っている。食ってなくない?2020年6月25日、レス番号578、大男。昔、家の前に大きい男の人が倒れてたことがあった。一人じゃどうにもできなかったから、母に行って病院に連れて行ってもらおうと思ったの。でも意識が戻った大男は、病院を嫌がった。母は警察に通報すればいいだけなのに、なぜだか大男を家の中に入れてしまった。大男は大きい怪我をして倒れてたわけじゃなくて、今で言う、行き倒れみたいな人だったみたい。一年ぐらい家にいたと思う。半年経つ頃には、私も大男が家にいるのが当たり前になってて、学校から帰ってきたら、ただいまって言ってた。大男は家のこと何でもやってくれた。掃除も洗濯もしてくれた。でもある日、ふっと大男はいなくなった。母は寂しそうだった。今思えば、母はあの大男に恋をしてたんだろうな。それから時が経って、私が大男を忘れた頃、私は大学生になって、キャンパスライフを楽しんでた。入ったサークルで年上の彼氏ができたり、すごい楽しい日々だった。だけど、彼氏はサークルの女王みたいな人と本当は付き合っていて、田舎から出てきた芋女をからかうために私と付き合っていたこと、私の性事情などをサークル仲間に吹聴していることが分かった。あんまりだ、と彼氏に訴えたけど、逆に、女王から彼氏を取ろうとした股の緩い女だ、と、レッテルを貼られてしまった。それから辛かった。大学のどこにいても好奇の目で見られてる気がしたし、実際噂を聞いた男が、一夜の遊びに、強引に誘ってくることがあった。いつも泣いていたし、ご飯が食べられないから痩せた。何も手につかなくなって単位を落とした。いっそ、こんなに辛いなら死んでしまおう、と思ったの。最後に一目母の顔を見よう、と思って、貯金全部下ろして、電車で田舎に帰った。途中で、ロープとか睡眠薬とか、死ねそうなものを買っていった。電車を降りて、母がパートをしているスーパーに行った。途中ですれ違う幸せそうな人が恨めしかった。レジ打ちとして働いてる母を見たら涙が出た。こんなにも頑張って、働いて養ってくれた母を一人置いていくこと、私が自殺することで気に病むであろうこと、全部が私の中でぐちゃぐちゃになり、その場から逃げ出すように走った。自殺する場所は決めてた。小さい頃遊んだ裏山に、小さいお稲荷様の祠がある。そこの大きな木で首を吊ろう、と考えてた。けどバカだったから、首を吊るためのロープは買っても、ロープをくくるための足場を用意してなかった。自殺は早速頓挫した。それでも大学には戻りたくないし、母の顔は見れない気持ちだった。裏山を降りていくあてもなく歩いてたら、車が前を塞ぐように止まった。降りてきたのは大男だった。私は殺されてもいいや、ぐらいの気持ちで大男の車に乗った。大男は私を殺したりしなかった。それどころが昔みたいに掃除したり、一緒にご飯を作ったりした。安心したのかな。私は子供みたいに泣いてしまった。大男は優しく背中をさすってくれた。私は大男に全部ぶちまけた。大学が辛いこと、本当はここに死ぬために来たこと。大男は、辛かったな。とだけ言った。朝起きたら、大男はまたいなくなっていた。待ってれば帰ってくるだろう、と思っていたが、3日経っても、1週間経っても帰ってこなかった。私も大学に戻る気はなかったから、家主のいない部屋をしばらく間借りしていた。1ヶ月かそこら経つ頃、大学に通うために借りていた部屋の大家さんから連絡があった。私が家賃を滞納していたから、いい機会だし、部屋を引き払って大学を辞めよう、と思い、一度戻ることにした。大家さんに、迷惑かけて申し訳ない、と謝罪し、その足で大学に行った。あれだけ私を苦しめたサークルはなくなっていた。大して仲良くもなかった人たちから、一斉に話しかけられた。
その人たちの話を要約すると、女王は借金してしまい、それが払えなくなり泡に沈んだ。彼氏はホストのバイトを始めたが、女に飛ばれ借金。今は行方不明。サークルの何人かは薬をやったらしく、退学。と、それぞれ茨の道を進んだそうだ。結局、私はそのまま大学を辞めて田舎に戻った。母になんて言おうか、と考えながら駅を降りたら、そこに母がいた。お帰り。とだけ言ってくれた。それからは、こっちの職場で知り合った男性と結婚し、今は一人娘がいます。去年母が亡くなり、遺品を整理したところ日記が出てきました。その日記には、母が、私が死んだらこの人に日記を渡してほしい。と書いてあり、電話番号のメモが一緒にありました。私は日記を渡すために連絡をすると、その人が、線香をあげたい。というので、家まで来てもらうことにしました。日記を受け取りに来た人は、かつての大男でした。年のせいか随分小さくなっていましたが、それでも顔は昔の面影がありました。大男は線香をあげると、おえつをあげて泣いていました。落ち着いた後、大男は私に、大男は私の父親であること、昔人を殺してしまったので母とは離婚した。しかし出所して、一目私を見たかったので家まで来たが、そこで行き倒れてしまったこと。ずっと私のことを見守っていたことを話してくれました。その上で大男は、身内に犯罪者がいると孫の将来が狭まるから、金輪際連絡を取るつもりはない、お前も忘れなさい。と言い、帰りました。旦那には、父親が人殺しであることは言いません。多分、私のせいでさらに罪を重ねたことも言いません。大男のことは、私と母が墓場に持っていく秘密です。お目汚し、長文失礼しました。2020年6月25日、レス番号581、毒舌サバサバ奥様。前に住んでいた土地の近所に家があった。お互いの家の子供の年が近いこともあって、子供会や学校行事でよく顔を合わせてたのね。よほど親しいとかでなければ、保護者同士なんて当たり障りのない会話をするもんだけど、A は違う。仕事の都合でなかなか学校行事に合わせるのが大変。という兼用ママに。仕事が大変。自分で選んだことでしょ。子供にしたら知ったことじゃないのにかわいそう。とか言っちゃう。自分はズバリと世の真実をつく、毒舌サバサバな奥様だ。と自分で言っちゃうような痛い人だった。少しでも相手が困っていることがあれば、助けるのではなく叱咤激励。私は子供が二人いるんだけど、下の子を出産するときに体を痛めてしまって、体が弱くなってしまった。でも、転勤族だから実家義実家も頼れず、思いっきり遊んだり、一緒に長時間何かをするとかができなかったから、子供に辛い思いをさせてしまっていたのね。すぐに座ってしまったり親子マラソンに参加できない私は、よく A に絡まれた。子供がかわいそう、母親なら自分の身を削ってでも子供のために尽くすべき。当時下の子は生後半年だったが、働いてるわけでもない社会のお荷物の身分で、子供とずっと一緒にいられるんだから、幸せな顔してなさい。なんて感じで、確かに子供には我慢させてしまったけど、ここで、無理して私が倒れたら上の子は誰が見るのか。自分の精一杯で家事育児してるのに、なぜ他人にそんなことを言われなければならないのか。転勤族の乳児持ちで体を壊している、という事情があって働けないでいたら、社会のお荷物、はひどい。本当に本当に A が嫌いだった。下の子を抱っこして散歩に出かけた私を見つけて、目をキラキラさせながら駆け寄ってきて、あなたのためを思って、と嬉しそうに罵倒してくる顔は、今でも思い出せる。数年後、A の家族に要介護者が出た。A 以外の家族は仕事や学校があるので、必然的に A が介護を担うことに。しばらくすると、A が鬱っぽくなってきた。風呂を嫌がり、トイレで尻を拭くのも忘れ、家の中に泥棒がいる。と当たり散らす老人にずっとくっついてなければならなくなったら、鬱になるだろう。家から出ていかないように監視もしなきゃならんし、自分のことなんか何一つできなくなったようだった。A は周囲に助けを求めるんだけど、今までが今までだったから誰も相手にしない。気の強い人は叱咤激励をした。かつての A のように。汚い、臭いだなんてごぼどうがかわいそう。育ててもらった恩返しなんだから、身を削ってでも尽くすべき。仕事してるわけでもないんだし実母でしょ？家事を他の家族に分担してもらえたんだからやりなさいよ。と四面楚歌。実際、自分の家のことに忙しいから、人の家の介護まで手伝えない。病院に行ってる時や、ケアマネージャーの前ではシャキッとしてるらしくて、辛い辛い。と訴えてもどうにもならなかったらしい。実際、地方の方が多い地域だったから、もっと重い人を毎日見てる医師やケアマネとしては、まだマシに見えたのかも。実は、私も A と同じ立場だったことがある。だから介護がどれほど辛くて、どの機関にどう訴えて、何の手続きをすればいいのか全部知ってる。でも言わなかった。助ける気なんかさらさらなかった。
自分で調べもしない、資料も集めないくせに、辛い辛い代わりにあって、と、ぐずぐずうるさい、としか思えなかった。どうすれば少しでも希望の光が見出せるのか知っていて、何も教えなかったのが私の黒い過去。それで家はどうなったの？前に住んでいた土地の近所に家があった。ってあるから、引っ越した時点まで書いたんじゃない？2020年6月26日、レス番号584、治療法。自分も、581に似たことやったことあるな。家族がある病気になって、ネットで患者や患者の家族のコミュニティに参加していた。根本的な治療法が確立してない病気だったから、みんなで情報交換とかやってた。そのコミュニティのリーダーは、ある業界の有名人の A さんだった。最初の頃は聞いた治療法の話や、時たま A さんのファンの人が、励ましや感想とか書き込んだりして和やかな雰囲気だったけど、A さんは症状が重くなってきたのか、だんだん自暴自棄だったり、暴言じみた発言をするようになっていった。お酒や刺激物は症状が悪化するのだけど、それらを摂取しては、辛い、なんで自分だけこんな目に、と愚痴って、それを見た参加者が、アルコールはダメですよ、と注意したら、それくらい知ってるに決まってるだろ。それもわからないの？他に楽しみないから仕方ないじゃないか。みたいに逆ギレしたり、ファンの人がいろいろ調べてきた治療法を頭ごなしに否定したり、そのうちだんだん書き込みも少なくなって、私が最後に覗いた時は、そこは A さんの愚痴日記になっていた。A さんが否定した、ファンの人が教えてくれた治療法を家族に伝えてみたら、症状がすごく軽くなったそうだ。普段の症状の不快感を10としたら、5くらいに抑えられてる。って言ってた。ファンの人が A さんのために調べてきてくれたことだから、本当なら、あの療法効くみたいですから一度試してみては？って、すぐにでも A さんに伝えるべきだったんだろうけど、A さんに、一方的に暴言ぶつけられてた参加者を見てきて、A さんに自分から関わる勇気は持てなかった。同じ病気の人の質問とかを SNS などで見たら、聞いた療法として書き込んだりするようにはしてる。2020年6月30日、レス番号585、天罰。私の実家は貧乏だった。母一人子一人、薄暗い2K の市営住宅で暮らした。父も母も天涯孤独で、その父も、私が母のお腹にいた時に事故で亡くなった。小さい子を抱えて、それでも母はどんなに誘われても、夜の世界の仕事だけはしなかった。母なりに、女の子である娘への影響を考えたんだろうと思う。私が寝ているうちに新聞配達をして、私を学校に送ってから仕事に行って、必死にお金を貯めて、私に、大学に行け、と言った。とにかく手に職をつけろ、と言った。私も、できるだけ母に負担をかけさせたくなかったので、高校生になってからはバイトをした。稼いだお金は進学のために全て貯金していた。母は、学費なら心配するな、って言ってくれたけど、できるだけ負担をかけたくなかったから。運よく、学費免除の推薦枠で進学することができた時には、母と共に初めてホールケーキを買って、お祝いした。大学では寮に入った。同時に、母はある会社の独身寮の、住み込みの養母さんに転職した。そして私は卒業後、ある会社に就職し、そこで先輩同僚の男性と付き合うようになった。交際は順調だった。私の実家の貧乏っぷりももちろん知ってる。父のことも母のことも、何の隠し事もない。彼自身は、普通のサラリーマン家庭の一人っ子。結婚話が出始めた頃に、業界のイベントで取引先の女性 A が彼を気に入った。その女性 A が中学時代の同級生だった。A は、私の実家の貧乏ぶりを、おひれをつけまくって彼に話した。あんな A の子を嫁にしたら、苦労するからやめた方がいい？と。私の父は会社経営やってるし、地元ではそこそこの、力のある A。私と付き合った方がいいよ、と。彼はしがみもかけなかった。彼が言うには、あまりにもバカバカしいおひれで、聞いてるだけで気分が悪くなった。そうだ。だから全く問題なかったんだけど、でも私の中にはモヤモヤが残った。貧乏だったけど必死に生きてきた。母も真面目に、娘のために頑張ってくれた。誰に後ろ指刺されることもない。なのに、なぜあんな言い方されなきゃいけないんだろう。そう思っていたら、A が仕事帰りに私を待ち伏せていて、あんたみたいな貧乏での女にはもったいない。身を引いた方が彼のためだよ、と言った。それまで生きてきて、あんなに人を呪ったことはなかった。はっきりと、死ねばいいのに、と思ったその翌日、A は車にはねられた。が、一命は取り留めたらしい。死ねばよかったのに、と思った。数日後、急変して亡くなった。これも言霊の力なんだろうか。決してやましいことをせず、つつましく真面目に生きてきた親子をけなして蹴落とそうとしたから、単に天罰じゃない。生きていてもろくなことしなさそうだから、早めに死ねてえもよかったよ。あまりに長く生きすぎると、もっと周囲に嫌われていただろうし。
ここに書いてるってことは無事結婚されたのね。言霊って、声に出した言葉に宿るものだった気がするから、思っただけなら関係ないわ。だから全然黒くないわ。天罰と思って忘れるのよ。お幸せに。2020年7月5日、レス番号589、娘扱いする上司。こっそり吐き出させてほしい。新卒の時に配属された部署の男の上司にとても可愛がってもらっていた。以下、上司のことは A とする。A は課長から部長クラスの役職で、実績もある優秀な50代のおじさん。大きな会社なんだけど、目立つ人で別の部署、支社の人も。あ、あの A さんね。と知られた存在だった。A は初対面の時から私のことを気に入り。俺を父親だと思っていいぞ。と言い、いろいろと面倒を見てくれ、仕事のことも細かく教えてくれた。新卒や新人がなかなか関われないような、大きな案件も扱わせてもらい、仕事後も。おごりだ。と言って、頻繁に美味しいお店に連れて行ってもらった。本当に、本当に可愛がってもらったんだ。そんな A の元で働いて5年目。A は休止した。お通夜の会場に行くと、A の奥様が駆け寄ってきて私を抱きしめた。そして私が、A と奥様の亡くなった娘さんにそっくりだったこと、そんな私のことを A は、娘が帰ってきたみたいで嬉しい。と嬉しそうに、奥様に語っていたという。奥様は、本当に娘にそっくり。あなたが来てから、主人は本当に幸せそうだった。と泣きながらお礼を言ってきた。私は、本当に可愛がっていただきました。ということしかできなかった。墓場まで誰にも言わずに持っていきたいこと。それは、私が本当は A のことを嫌っていたことだ。A のことが嫌で嫌でたまらなかった。A は確かに人懐こく、明るいおじさんという感じの人だったが、反面感情的で、しつこい性格で、慣れ慣れしかった。仕事ができたから尊敬もされてたし、カリスマ性もあったけど、その分彼に物申せる人は少なかった。本人は親しさのつもりだったんだろうけど、何かあると私の頭や背中を叩いてくるのが本当に嫌だった。娘だと思って言ってやってるんだ。俺は父親のつもりでお前をしつけるぞ。とか言ってたけど、私は A の娘じゃないし、父親だってちゃんといる。実親が、どんなに怒っても手を挙げてくるタイプじゃなかったこともあって、A にげんこつされるのは不愉快でたまらなかった。でも、本気で強く叩くわけじゃないし、A が私のことを可愛がっているのはみんな知ってたから。今の時代的に叩く真似もダメですよ。とそれとなく言う人はいたけど、それ以上は誰も止められなかった。そして、うちの会社は、若手のうちは1、2年のスパンで移動して、様々な部署を経験する、という考え方なのだけど、A は、こいつはこの部署が向いてる。才能がある。と主張して、5年間私を自分の元に留め置いた。あっちの部署を経験してみたいです。と言っても、いや、お前にはここ以外は合わないから。と取り合ってもらえなかった。そして、仕事が終わると結構なペースで食事に誘う。断ると不機嫌なのも厄介だったが、さすがに若い娘と頻繁に食事や飲みに行くのはまずい、と分かっていたからだろうが、先輩社員を巻き込む。その先輩社員は家庭があり、まだ幼い子供がいるのに無理やり付き合わされる形になり、本当に申し訳なかった。しかし、先輩に謝ると、君は悪くないよ。断ると A さんはしばらく機嫌悪くなるし、二人で飲みになんか行ったら、ずっと説教されて大変なことになるから。と諦めたように言った。なおさら申し訳なかった。そんな感じだから本当にしんどかったのだけど、A が、心から私のことを可愛がっていたのは分かっていたし、しかも、A 本人は私に亡くなった娘さんの話をすることはなかったけど、他の社員が、A さんはあなたのことを、亡くなった娘さんだと思って可愛がってるんだから、その恩に報いなさいね。とか言ってくるから、誰にも愚痴を吐き出せなかった。A が亡くなる前日、私は会社のハラスメント対策の部署にダメ元で訴えようと、メールの下書きを作っていた。叩かれること、しつこく飲みに誘われることも辛いし、明らかに入社5年目に任せる仕事じゃないものを任せられるのもきつかった。確かにいい経験にはなったけど、取引相手も困惑していたし、裏で A が手回しするものだから、一部の同期や先輩社員から、エコひいき、親の七光り、と陰口叩かれたり、ちょっとした嫌がらせをされるのは答えた。交際相手と結婚する予定もあって、親族のみで海外挙式をしようとしたら、なんで俺を呼ばないんだ。と怒鳴り散らされて大変だった。以後、日本で披露宴しろ、俺がスピーチする。と毎日のように言われ、精神的に限界だった。だけど、その告発メールをハラスメント対策室に送る前に、A はあっさりと亡くなってしまった。正直、とても複雑な気持ちだった。A が亡くなって多少の寂しさ、悲しさはあったものの、涙は出なかった。メールを出さなくてよかった、出す必要がなくなってよかった、と思う一方で、告発して、復讐してやりたかった、とも思った。
告発メールを下書きするときに、死んでくれないかな、と呪っていたので、そのせいで A が亡くなったのではないか、とも震えた。そのせいか、A が亡くなった直後、一気に10キロ近く痩せ、周囲から同情され慰められた。結果的に、結婚式までに痩せられてよかったとも言えるけど。ちなみに、今はそれから10年近く経ってるけど、今でも重役からは。君、A さんに可愛がられてた人だよね。立派になって A さん天国で喜んでるよ。とか声をかけられる。でも、今働いてる部署は、A が。お前はここに向いてる。と言ってた部署と全く畑違いの部署。多分、今後もこっちの部署でやっていく。A の部署より、こっちの方が興味も適性もあって向いていると思う。2020年7月23日。レス番号596、新興宗教。海の王子の母親が某新興宗教の信者で、その宗教について必ず言われるのが、昔そこの信者がバラバラ殺人したって話。私は高2から20代半ばまで、その宗教の信者だった。殺人事件の犯人や、殺された人とも顔見知りだった。今も席だけは抜けずに残ってると思う。説得されるから、脱会届出しに行くのが怖い。高校時代の同級生は覚えていると思うけど、同窓会とかであっても気遣ってか話題にも出ない。何しろ、変なノリで同学年の十数人が入信してたから、ある種の中二病扱いなのかも。今は、宗教？仏教ですって言っても、ぶっちゃけ家の宗派が浄土宗ってだけで、なんか特別信仰があるわけじゃないんですけど。で、平和に過ごしてる。信仰宗教やってたことは絶対に言わないけど、ロイヤルニーとの結婚話が出るとついムキになって、あの母親と縁付きになるのだけはダメだ。と言ってしまう。なんで、あの頃あんなに熱を上げてたのか、自分でもわからない。ちなみに殺人犯は、背は低いけど独特のオーラがあるかっこいい人だった。殺された人は、温和で真面目そうな感じの人だった。2020年7月25日。レス番号597、ホームレス集団。いじめられてた。虫から始まって、最後には背中に甲羅かけられたりした。甲羅かけられた日は家族にバレるのが嫌で、体操服に着替えた後、近所の土手で隠れながら、なんとか服を乾かしてた。その時にホームレスの集団と知り合ったんだけど、見ない人で私の話をじっくり聞いてくれた。私はしばらく土手に通って、ホームレスの集団に愚痴を聞いてもらうようになった。そうしたらある日、いじめっ子の一人に見つかって散々バカにされた。ホームレスの皆は、黙ってじっとその子を見ていた。それから一週間くらいして、その子が行方不明になった。正直ほっとした。しばらくして、またホームレスの皆に会いに行った。そうしたら、ホームレスの一人のテントの中に、私と同じセーラー服と女物の下着が、無造作に積み上がってた。セーラー服の胸元のポケットには、行方不明になった子が好きだったキャラクターのボールペンが、刺さったままだった。私は気づかないふりをしてテントから離れると、それから一回も土手に近寄らなかった。20年以上経った今でも、その子は帰ってきていない。怖くて怖くて誰にも言えなかったけど、ここに書き記しておく。